今回は、グリーン関数法のバンド計算コードである赤い KKR について説明していこうと思います。で赤い Google 上で赤い KKR または町金山と検索しますと、このようなホームページを開く得ることができます。そして、無料でできるユーザー登録をすることで、このようなダウンロード画面に進むことができます。でダウンロードが終了しますと、ダウンロードのところに、このように CPA2002 といったものができます。これを、今回分かりやすくするために、デスクトップに置いておきます。そして、これは、圧縮されたファイルですので、これを回答するためにまずニューターミナル、新しいターミナルを開いて TAR スペース ZXVF スペース、そしてこれをこの中に入れてエンターをします。そうすると、これが回答されます。でこれはどこに回答されたかといいますと、これは最初開けた時にはまずホームディレクトリに対応してますので、ホームを開くとこのようにこちらにある CPA2002V009C と書かれたものと同じディレクトリがあります。で、こちらとこちらの、ターミナルがこちらのホームのディレクトリに対応していますので、このディレクトリに対応させるために、チェンジディレクトリ、CD、つまりチェンジディレクトリと入れてスペース、そしてこれをこの中に入れてエンターをします。そうすると、こちらとこちらの中身が、ディレクトリが対応します。それで、この後コンパイラーを行います。で、どのコンパイラーがあるかを調べるために、例えば、Intel Fortran であれば、iFort のスペース -v と入れてエンターを押すと、このように iFort のバージョンいくつかと出てきます。で、フリーの、Fortran である GFortran スペース -v と入れてエンターを押すと、もしうまく導入されていれば、このように GCC バージョンいくつかと出てきます。で今回はこの無料の GFortran でコンパイルしたときの方法について説明します。GFortran の場合にはこちらの make ファイルをテキストエディターで開いていただきまして、こちらに、コンパイルオプションが書かれています。コンパイルでの設定が書かれています。で、こちらの上の部分は、ここに書いてあるように、iFortran の例、iFort の場合はと書いてあります。なので、こちらをシャープを、最初にシャープをつけて、アンコメントします。コメントにします。コメントに変えます。そして、こちらに GFortran の場合はと書いてありますので、こちらのシャープをなくして、アンコメント。つまり、こちらの、コンパイルの指定で、動くようにします。そしてセーブをしてバツ印を閉じます。そしてこちらの、またターミナルに戻って、メイクと入力してエンターをします。そしてコンパイルが終わると、ここに、スペック X という名前の実行ファイル、実行できる、ものができます。で、例えばもう一度このスペック X があるのを知らずにメイクを押してみるとどうなるかといいますと、このように、コンパイルができません。これは、一度コンパイルした経歴のデータが残っているためです。でもどうしても、もう一度コンパイルしたいという場合には、タッチのソーススラッシュスターf と入力してエンターを押します。こうするとこのソースの中身のファイルが新しいものとして更新され、日付が更新されて、変更が加えられたということになります。認識化されます。そうするとコンパイルができるようになります。ではメイクとしてエンターを押してみます。でこのようにコンパイルができます。でこの他に、便利なサポートツールとして、もう一つ別のプログラムをこのままコンパイルしてみます。GFortran のソース、スペース、ソース、gpd.f のスペース -o gpd と入れてエンターを押します。そうすると、こちらに、gpd と名前のついた実行プログラムができます。でこれは、状態ミスを簡易的に描くのに便利なソフトになっています。で以上で、コンパイルの作業が終わりです。あとは
は、これ次回からは、計算の仕方を具体的に説明していきます。